水中ロケータービーコン水中ロケータービーコンは主に航空機が水没した際定期的な電気パルスを用いたビーコンを水中から送信することで捜索救難を行う機関に対しその位置を知らせる装置水中即位ビーコンとも表記されるコックピットボイスレコーダーに取り付けられたウルブ国際民間航空機関が定めた ICAO は NEX6 オペレーションオブやクラフトムツ36の中で最大で陸重量が 27000kg を超える全ての航空機に搭載が義務付けられておりコックピットボイスレコーダーやフライトデータレコーダーなどの記録機器となるフライトレコーダーに直接取り付けられ使用されるほか胴体に直接取り付けられる場合もあるウルブは浸水することで作動を開始し 37.5kHz から 1kHz で1秒に1回、低周波重水パルスを放射する。フランス航空事故調査局の調査によれば、海上に墜落した航空事故27件のうち90%の確率で危機の残存が確認されている。2009年6月1日に発生したエールフランス447便墜落事故に搭載されていたウルブは水温4度の中、 30日間にわたり 37.5kHz で送信を行っていたことが事故調査から明らかになっている。また、BEA はこの事故からウルブの送信期間を90日に延長させることや、捜索範囲を拡大させることにつながるため、会場を通過する他の交通機関においても受信できる 8.5kHz や 9.5kHz などの周波数帯を追加で使用することを、 推奨している。2014年7月1日以降に建造された船舶には少なくとも90日の送信が可能であるウルブの搭載が国際開示機関によって決められている。遠隔操作無人探査機や自立型無人潜水機、水中ドローンなどでも使用されている。ウルブには DK120 型のリチウムイン二次電池が内蔵され、そこから電力が供給される。 また電池は6年ごとの交換が必要とされる。ウルブが水に浸かることで内蔵されたウォータースイッチが水を開始通電することでウルブが起動し音波となるピンの送信を開始する。起動後は30日から40日間連続して稼働させることができる電力であることが定められており、電圧は 2.97V、最大電圧で 3.5V となっている。 30日間海水に耐え、水深6000メートルの水圧に30日間耐えうる構造となっている。国家運輸安全委員会が1988年に行ったアエロスパシャル AS-355 の墜落事故調査の中で搭載されたフライトレコーダーが誤って水に濡れたことでウルブが稼働しており、実際に事故が発生した際にはすでに電池切れであったことで、 音響信号を発していなかったことが判明しており、NTSB から注意喚起が出されている。欧州航空安全機関は少なくとも2020年1月1日までに90日間以上発信できるウルブに移行すべきとの規制を発表している。37.5kHz のピンガーは通常の状態で表面から1から 2km、理想的な状態では4から 5km で検出する。 ことが可能となる。ありがとうございます。